イエーイ。そう、自分たちで作ったんですよ。だからそれをみんなに見てもらった時にどういう反応が返ってくるのかなっていう心配があったんですけど、よかった、楽しんでもらえていいね。やっぱ自分たちで作って見てもらって。どうもこんばんは。またね、夜遅くの配信ですけれども、みんな眠くなったら寝てもいいんだぜ、寝てもいいんだぜ。ちょっとさ、ちょっとドライブしながらやっていいですか。ね、ファイナルがちょうど1ヶ月後の2月26なんですね。その頃には私はなんと19歳19歳になってます。次のライブの時にはやばくない、やばくない、19歳になっちゃうよ。2月1日だからね、みんなスマホのカレンダー機能にちゃんとメモしといてください。それかお家にあるカレンダー、どっちもメモメモしてください。そうだよ、もうすぐ19になっちゃうんだから、あと5日後とか。そう、早いよね。そうだからみんなお祝いする準備よろしくね。ちゃんとみんなのお祝いツイート見るんだから。てか逆にね、そのお祝いツイート見ないと私の誕生日マジで寂しくなっちゃうから、一緒にお祝いする人ねいないんすよ。まあ、メンバーはいますけど、そう、なんかプライベートでの友達っていうのがマジでいないんで、だからみんながお祝いしてくれないと寂しいんで、応援してください、よろしく。マリンちゃんの誕生日の前日って覚えれば大丈夫。あれっすよ、2月に入ったら私の誕生日、とりあえずとりあえず、あ、2月になったな、あ、みやまるの誕生日だってなってくれると嬉しい。みやまるちゃん、はーい。昨日ね、そのライブのね、レポと言いますかツイートをねめっちゃ見たんですよ。そう、今回は配信がないのでめっちゃ見てました。めっちゃ長時間かけてゆっくり読んだ。ね、お母さんストーブ切って熱い。生誕グッズ届いてないですか。まだなんか届いたよって言って見せてくださった方もいました、お渡し会とかで。口の周りがベタベタな。なんで？今日のドール、かわいいうるうるちゃんだね、かわいいかわいいかわいい。なんかさっき初めてドールにおむつを履かせようとしたのよ。そう、まだおしっこ覚えてないんです。だからおむつを履かせようとしたんです。でも体が小さすぎて入んなくて、しかも尻尾がマジこんなんしかないのね。だからその尻尾を出すために、そのなんていうんだ、そういう構造になってるんですよ。尻尾を出す穴が開いてるんです、おむつに。でそれをそこに尻尾を通そうとしても尻尾が短すぎてなんかうまくできず、なんかよく分かんなくなっちゃって、一番ちっちゃいサイズなのに入んなかった、残念です。近所のセブンには届いてる、早く取ってきて
早くダッシュダッシュね、もう大人でしょ、深夜徘徊にもならないから今のうちだよ、今取りに行ってよ。嘘嘘、へえ。腹巻きってことは尻尾を通さないタイプってことかな。ガチで欲しいよね、そういうの。なんで私が見せなきゃいけないこれ。え、マジで SSS じゃん、サイズ。これこれ尻尾通す穴なんだけど、なんか短すぎて入んないじゃ。そう、あのね、 SS なんかショールームで犬用のおむつ見せたアイドル初じゃね。大丈夫そう。バンされないやね、これおむつって実質パンツやん。だってほら見て、レース柄これ。あ、見えない。これレース柄。女の子なんでやっぱ。そう。これゲットしたんだけど、ダメだったんですよ。困ってる。どうしたらいい？犬飼ってる人教えてください。そうなんです。あ、初見さんいる。ありがとう。ハートもありがとう投げてくれて嬉しい。今日イヤリングつけたのに全然髪の毛が長すぎて見えないや。ミャンマルあるあるだな、髪長すぎて耳可愛いのつけてても見えない。なんか衣装とかで可愛いのが入ってたりしてもたまに見えないから、そういう時はアップ系の髪型するんだけど、自分的には耳かけしてない方が好きなんですよ。ハート、これイヤリング、結構前にファンの子がくれたイヤリング、かわいいよね。なんかファンの方から結構プレゼント届くんですけど、大体イヤリングとかなんですよね。ありがとうございます。アクセサリーが多いかも、ネックレスとか。そうだから私のアクセサリーボックスがマジで潤ってる、ありがとう。あとはアニメグッズかな、が多いですね。ハートありがとう。昨日は、昨日のライブは結構お姉さんっぽい髪型してたんだけど、ハーフアップしてました。でなんかツイッターでね、ちょ、またツイッターの話になっちゃうんだけど、ツイッターのそのレポでね、みんなの中で見たんだよ。一つ見つけた嬉しいのがあって、みんなの髪型をそれぞれこの子はこれだったって書いてる方がいて、でそこに続くようにリプ欄に自分でなんか書いてたことが嬉しくてね、個人的優勝はミオのハーフアップみたいなことを書いてくれてて、あら嬉しいって思いましたね。ありがとうございます。そうでもね、衣装に合うようにするのと、あと自分が似合うやつってなると結構悩みましたね。いつも髪型はマジで真剣に悩んでるから、褒めてもらえると嬉しいんだ。マジでみんなのレポ見てるからね、ハッシュタグついてないやつも多分見つけてます。かわいい、ありがとう。でもマジで大事なんですよ、今回配信ないんで、みんなのツイートを見て気になってくれる人多いだろうしね、もしかしたら関係者の方がね見てくださってるかもしれないですから。いやそれな、初髪触れって書き込み結構あった。そうなんですよ、そう初めて髪触れに会いに来ましたっていう方もいたし、嬉しかった、ありがとうございます。やっぱなんだかんだみんな髪触れのこと気になってるんじゃんって思った。みんな結構気になってる、気になる存在では入れてるのかなと思って嬉しい。そうまあね、やっぱ可愛い子多いですから髪触れ
ねえ、好きになっちゃうよね。テスト終わった。さあお疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ。テスト、なんか私のファンの女の子ってなんか結構若くて、なんかまだ学生とか、なんか勉強に追われてる子多くないね。いつもそう思う。だからね、私のことをも応援してくれてるし、勉強も両立してるのは本当すごいと思う。私は勉強が苦手だからね、本当に尊敬してるの。これ私にはできないことだなって。ガンナやればできるのかもしれないけど。自分の弟もさんは新潟から来てたの？すごい。新潟は、いつ以来行ってないんだろう。全国ツアーとかかな。初期の頃に2回くらい新潟行きました。AKB ショーの NGT48 の密着をお姉ちゃんとしたことがあって、それと新潟のツアーですね。おめでたい。ももたん今日高校合格したの？おめでとう。ももたん。メンバーも結構勉強に追われてる子多いですね。周りで課題してたりとかよくあるし、現場に制服で来るとか結構ある。可愛いですね、みんな制服似合う。いいな、私もしたかった、その制服で現場に来るってやつ。やったことないな、悔しい。いや、なんか制服着てくるってだけで結構なんか周りにはいないじゃないですか、そういう子が。だからなんか特別感というか、なんかちょっと話題になれるんですよ。ちょっと人気者になれるの、一瞬だけだからそれいいなって思う。やばい、考えが陰キャ、つらっ。私は追われてましたか？全然追われてなかったですね。高校よりこの仕事を優先してました。全然。あ、でもちゃんと卒業してるんで安心してくださいねちゃんと高校卒業してますからね。でも仕事優先してました、ずっと。そう、必死でしたね。高校のうちに選抜に入りたくて必死でした。そう、でも高校卒業、高校のうちは入れなかったんだけど、高校卒業して2ヶ月くらいで入りました。やったぜミレイちゃんに勉強はもういつでも教えてあげるよ。いつでも私が Google っていうスーパーツールを使って教えてあげるよ。何でも教えてあげる。そうでしょ、私高校生活のイメージないでしょ。私もね、高校生活してたっけみたいな高校生活ちゃんと送ってたっけなみたいな感じですね。これダメだよ、みんな真似しちゃダメだよ。本当に良くないと思う。勉強はした方がいい。でもそれも教えてるうちに入るし、ミレイちゃんはみよまるさんが教えてくれたところがテストに出ました言ってくれたんで、大丈夫です。多分ね、音楽のテストでいろいろ記号とかそれ教えたんですよ。はい、それが多分テストに出たらしく、よかったというお話。喧嘩してる。そう、できる子だよね、本当にできる子だよね勉強はね、マジで苦手だね。私は得意な教科は一応国語ですね。国語が一番得意。もう多分私の得意は得意のうちに入んないんですよ、マジで。ほんまに
当にみんなの想像をはるか超えてくると思う。で、はい、期待しないでください。そう、でも初期の頃、言っていいのか分かんないんだけど、初期の頃野村はバカを隠しなさいと噛んだマネージャーさんにね、初期の頃野村はバカを隠しなさいってすごく言われたの。絶対バカな一面は見せちゃダメって言われた。何なんだろうね、多分なんか見た目的に別に静かにしてれば賢そうなのかなって私は思うのね。そうなんですよ。でもそう、まあ、バレるよね、無理無理、だって言動からして隠せてないもん。そうだから、はい、諦めました何がピースだよって感じだよね。そうね、でもまだそんなにバレるシーンは出会ってなくて、紙フレの学力テストぐらいかな、ちょっとバレかけたの。でも私よりも私以下いたので、紙フレには、紙フレでも隠せそう。うん、すごいドヤ顔しちゃった。そう、でも SK ではバレちゃうかなって感じ頭の回転は早い。いやそうなんだよ、なんか何事もなんだろう、やってみたら別にできないわけでもないんですよ、相当苦手なことじゃなければ。だから例えばダンスとか歌もなんかやってれば身につくんですよね。でもね、難しいんですけど、なんだろうな、例えば筋トレとかね、筋トレとかもそうだけど、なんか私別に筋トレすごい激しい筋トレをしてるわけじゃないけど、そのダンスとかに必要な筋肉ってダンスをすればついてくるかなって思ってて、とにかく踊ってるんですけど、あぶね、危ないよ、私の化粧ポーチがあるんだから危ないでしょ、うん、イエーイ、かわいい。そうだから、例えばコメント力とかも別にね、頭が悪くても続けていくことで身につくよ。そうだから、とにかく自分を信じてやれることはやってみようっていう精神で毎日頑張ってる。そうなんですよ。でもやっぱ頭いい人にはかなわないね。そう思う。やっぱ言葉遣いとかがさ、すごいじゃん。SKは特に頭いい子多いんで、すごいと思う。まあいいかな、少しバカなぐらいがちょうどいいって思ってる、ね、のくらいの方がちょっとなんかぶっ飛んだこと MC で言えたりする気がする。そう、最近ショールーム多いよね、私自分でも思う。楽しい。え、マジで一日中つないでおけるくらいショールームって永遠にできちゃうよね。そう、私なんか自分の中の考えは、私が考える SKE48 っていうのは、ただ可愛かったりとか、ただなんか美人なだけじゃダメだなって思うんですよ。そう、なんかすごい可愛い子って真人気出るなって思うんですけど、それだけじゃダメなのが SKE だなって思う。めっちゃそう思う。そうだから、みんなにチャンスがあるんですよ。だからいいグループだなと思う。
それぞれ輝き方があってすごくいいね、かわいい。いやね、ビジュアルが良かったらもうとっくにバズってるはずなんで、もうビジュアルは良くないって分かってるんですけど、かわいい、あんた、あんたかわいいね。このね、白い毛の部分がなんて言ったって気持ちいいんすよ。みんなにも触らせてあげたい。この伝わりますか、このモフモフ具合。あーかわいい、ナナちゃん、モフいね、モフモフちゃんじゃん。ショールームしてるとよく甘えに来るんだ、かわいい。そして私の膝の上に今2匹います。ゆずとナナがいる。めっちゃ乗ってくるじゃん。なに、なんかショールームしてる時は甘えるチャンスだと思ってるらしくて、あのすっごい膝に乗ってくるの。すごくない？いやいや、ビジュアル最強だよ。でもそれはあの言い続けてください。そう、どんなに自分に自信なくしてもファンの方の声で立ち直れるので、マジでありがとう。そう、ショールームしてる時だけね、だけこうやってあざとく乗ってくるんです、この人たち。でも普段も甘える時は甘えるんよね。なんかすごいね、その子その子によって甘える時間っていうか、そのルーティーンがあるんですよ、ちゃんと。最近っていうか、もうずっとなのは、お昼ね、お昼ちょっとゴロってしようっていう時はドールが絶対に甘えに来る。体をピトッてしたりとかで、お風呂上がりのすべすべの肌の状態の私にしーちゃんがよく甘えに来るんですよ。多分そのちょっとまだ体がねポカポカな状態で撫でられるのが好きらしい。お風呂上がりすごいお風呂のドアの前でニャーニャー泣いてんの、触って触ってって。可愛すぎないか。すごいんすよ。しーちゃんはね、しーちゃん今そこで寝てる。あっちに猫のベッドあるんだけど、なんかね、冬用のベッドを買ったらみんなそこから動かんくなっちゃったの。みんな寝てるわ。来ました、こんばんは。こんばんは。服が飛んできた、ありがとう。かわいいよ、うちの猫たち。でショールームするときに甘えてくるのがゆずとナナで、空は基本そんなに甘えに来ないんだけど、たまにマジでなんかめっちゃ気まぐれなんだよね、空だけ。空はマジで気まぐれで、たまにすっごいスリスリってしてくる時ある。バロンくんは、バロンはあれだね、寝に行く時だ。寝に行く時に絶対にダッシュで私の部屋についてくる。何？ショールームやってるかななんて思って開いたらやっててびっくり。いや結構ね、最近頻度高いんでフォローしといてね。フォローしといたら通知いくから。今ね、うちには5匹の猫と1匹の犬がいますよ。てかなんかテロップつけたいな、今更ながら。何かこう、なんて書こう、迷う、どうしようかな、どうしようかな、今日もお疲れ様です。いいね、みんなマジ毎日お疲れ、本当にお疲れ様です。
あ、服に爪が引っかかった。重いんですけどどうしたらいいですか。今日目キラキラなの。今日は B アイドルのグリッターつけました。てか肌黒くね。ま、しょうがないか主役だよこれ、白いやつ。今日白飛びしちゃう。白いブラウスネットで買った。基本ネットバッグかな。あ、でも最近ちゃんと買いに行ったな一回。そう、なんかいろいろさ、サイン会とかさ今後あるじゃないですか。だから買いに行っとこうと思って、もう服準備してあるんだ。超なんか意外に結構楽しみにしてる。オンラインサイン会と手が高い。可愛いよね。みんな今日何してたの？今日私は極戦、わかりますか皆さん。極戦を見たんですよ。てか気になっ、なんか TikTok かなんかで極戦の何かしら関連がピョンって流れてきたんですよ、なぜか。でそれを見て、あ、見たいなと思って見ました。大丈夫だよっていう音楽が TikTok で流れてきて、あ、極戦だと思って、極戦見たいなと思って、思い立って極戦を見始めました。もうね、6話ぐらいまで見ました、今日1日でこれは極戦ってさ、なんか何回かシリーズがあってさ、何個目だろう、3個目くらいかなのやつですね、見ました。途中までしか見てないけど。で、あの虹っていう歌もちゃんとダウンロードしたのそう、お前らあの夕日に向かって、なんだっけ、競争だ、だっけすごい、仲間由紀恵さん美しいなって思いましたね。ツインテール取ってメガネ投げ捨てて、ずいぶん見下げてるな。まだわかんねえのかお前らめっちゃおもろいね。なんかさ、昔の不良って面白いわ。面白いっていうか、なんだろう、やっぱちょっとやんちゃな感じって永遠に受けがいいんだなって思うんですよね。その最近だとその東京リベンジャーズで、その不良がね、かっこいいかっこいいってなってるじゃないですか。でもそれって実はめちゃめちゃ前からずっと続いてることで、いやすごいわね。なんだろうね、世の中の女性ってちょっとやんちゃな人が好きなんですかね。ニレタに通じないネタ、うわーかもしれん。てか一番最初の極戦多分私生まれてなくて、2002年だったかな、調べたら。私2003年生まれなんで、そう、びっくりした、そんな前からあるやつなんだって。ねえみんな見てました？てかおすすめのさ、なんか映像作品ドラマありますか？なんかアニメばっか見てるんよ普段、けどドラマもなんか見たいな。なんかでも人気作ってやっぱ安定して人気なやつって面白いんだなって思ったね。なんかリアルタイムで見てたわけじゃないから懐かしいってなんないけど、あ、こういう感じなんだってなった。いいね、高校生か中学だったの。あ、映画とかも見ますよ、たまに見る。最近もね、なんか一人映画とか行きたいんだけど、なかなかコロナが怖くてね、外出てなくて、仕事以外で。
花より団子はなんかうっすら知ってるけど本格的に見たことはないかな。私の好きなあの映画はホットロードが好きで、ホットロードは昔お母さんと見に行きました。おすすめです、映画の方。なんかお母さんがホットロード好きで見に行こうってなって見に行った。野星をプロデュースって何ですか、野村ですか。野村プロデュース絶対違うよね。のぶた、のぶたをプロデュース、ごめんなさいね、全然知らなくて。あ、あまちゃん、ジェジェジェでしょ。ジェジェジェもなんか流行ってるけどよくわかんないなって思いながらジェジェジェって言ってた。ジェジェジェって何って思いながらジェジェジェって言ってた。とりあえず流行ってるから使ってみようみたいな。いろいろあるね、すごいわ。なんか青春系が好きかも。あのイケメンパラダイスとかわかりますか、めいちゃんの羊とか好き。面白くない、なんかテレビでさ再放送とかでよく見てた記憶がある。学校から帰ってきたら再放送してて見るみたいな感じだった。ピーチひっくり返る愛のマーク、学園もの好き、大好き。謎解きはディナーの後でってなんだっけ、なんか聞いたことあるな、なんだっけ、わかるよ、なんかわかる、なんかすごい可愛いよね。北川景子さんだっけ。みんなすごい詳しいね。テレビが好きなんですか。私テレビ最近見なくなっちゃったんだよな。 YouTube とか TikTok ばっか見てる。ダメだね、テレビで情報入れていかなきゃ。テレビも見ますけどね、ついてれば見るって感じなんで、なんかつけないんで自分で、お父さんがつけたらちょっと見るぐらいなんだよね。何、みよちゃんは歌チューブにリクエストした、だって。歌チューブってリクエストできるんだ。え、じゃあぜひカミングフレーバーでリクエストしてください皆さん。なんかそういう歌番組とかもリクエストって大事ですよね。 M ステ、SKE とかさ、リクエストしてほしい、ぜひ見たいなって思うもの。嬉しい、ありがとう、ファンの方が言ってくれるの嬉しい。そうやってショールーム見てるとテレビ見ない。あ、でもそれもあるかも、2つ画面見るのね、頭こんがらがっちゃいますもんね。みんなドライブやってますか。ドライブ、私最近クエストめっちゃやってて、これなんて読むかわかんないんだけどさ、怪力の紫雲みたいなやつ、これちょこちょこやってんのよ。でもなんか何やったらいいかわかんなくて困ってる。なんか これ以上強くなるためにはどうしたらいいんだろうってすごい思うんだよね。でもなんか強さをね、ボーンと公開するわけにもいかなくって、とりあえず強化できるものは強化続けてるんですけど、みんなに聞きたいことがある。あのさ、士気回復のためにさ、あの薬いるじゃん。で薬さ、夕方のギルドバトルで使い切ったら、あの夜のギルドバトルで0個だったんだけど、あれってどうやったら復活するんですか。
大富豪がメインです。大富豪もぜひ続けて楽しんでください。私も毎日やってますよ。どっちも両立してる。チアレターはねマジで助かってます。ありがとう。いつもなんか朝起きてチアレター届いてるとやったってなる。マーケットで買うの？あ、そっか、みんなはマーケットなのか。私ってどっかで買えるの？え、ちょっとマーケット覗くわ。どれ？マーケットのさ、あ、これか。え、余裕やん。めっちゃ買えるわ。買うわ。あ、待って、10個しかくれなかった。え、これ10個しか買えないの？え、困る。買ったよ。買ったけど10個しか買えなかったねえ。やだ、10回しか回復できないってこと？困っちゃうってば。でもとりあえず回復できたと思う。ありがとう、教えてくれて。1日10個あればいいの？1日10個ってこと？もう一生のうちに10個しか買えないじゃなくて。ゆうちゃん、ゆうちゃん爪痛い。いつでも買える？うそん。あ、最大装備、最大そのストックがあれなのか。え、スタミナってこれ回復できんの？知らなかった。スタミナ私めっちゃちゃんと待ってたわ。もったいない、時間の無駄だった。悔しい。ギルバト終わったら毎回補充してください。はい、上がりました。でもギルバトの時にあんまり士気回復してなくて、初めて今日全部なくなった。それぐらい今日相手が強かったですね。さ、みんなさびっくりするくらい強いよね、ファンの方。だからもともとドライブをやってた方が強すぎて追いつけん何回倒そうとしてもね敗退するんすよ。もうさ、もうドラゴン、その自分のチームのドラゴンが出てきた時の焦り具合よね。声出るもん、私やばいやばい、出てきた出てきたって、やばいやばいって今日さご飯食べながらやってたんよ、19時台。そう、ご飯食べながらやってたんだけど、ご飯食べながらできなくてご飯冷めたオムライス冷めちゃったんです。なんかツナ入ってるオムライス食べたんだけど冷めました。まあ、でも冷えてもうまかったいや、勝てない時はマジで勝てないんだよ。だからもうね、あって察してました。でもみんな頑張ってくれてて、私も最後まで諦めないぞと思ってやってました。待って、虫蚊がおるんだが来いあれ、いなくなっちゃった。やだやだ、私本当に虫嫌いだから。おらんくなった。絶対倒す絶対に倒す。絶対血なんて吸わせないから。でも血を吸うのは蚊のメスだけなんでしょ。さあ、ここにいる蚊はオスなのかメスなのか。やっぱね、猫もいるんで倒しとかないと。天敵ですよね。やだよね。でも猫のいいところはなんかそれ蚊とか一瞬で気づいて泣き始めるんですよ。にゃ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 、だからすぐわかる、なんかいるなって。普段マジで泣かないから、みんな泣いたら何かしらある合図だなっていう。いや、蚊なのかな、わかんない、なんか蚊がいました。怖いんだが。やだ、刺されたくない。
るのみんな助けて。かわいい。うちのワンコ顔食べようとするだって。食べないで。ダメ。体に悪いよ。ダメだ、なんかさ刺されてないのに痒くなってくるんだけど。無理。痒いって。もうやだ。結構皮見つけちゃうんだよな私。レッスン中に倒しちゃったことある。いたら気になっちゃうんだよね。書いてあげたい、書いてあげたい。ちょっと音符ついてるし緩和されてますけど、結構危ないこと言ってるよ。結構危ないこと言ってるけど大丈夫ですか。いいかな、 手のこの辺だけならいいよ、書いて。入っていいよ、書いて。倒すって言うんだ。え、じゃあなんて言うの、潰すか。倒すの方がなんかニュアンス柔らかくないですか、潰すより。なんか潰すってさ、なんか進撃の巨人みたいじゃん。からしたら私なんて巨人なんだろうな。じゃあ蚊がね、かわいそうだなって思うけど倒す、やるっていう。強い。絶対それさ、こういう字のやるでしょ。絶対そう、ひらがなで書いてるけど絶対そう。駆逐してやる、心臓を捧げよう。おもろい、ファンの人のセンスって半端ないな。これなどうしたらいいんだろう、どうしたら強くなるんだろうな。なんか装備品だよね、やっぱ装備品を強くすればいいのかな。え、ね、絶対首刺されたと思うんだけど、かゆいもん。気のせいかもしれん。なんもないわ。なんもない、なんもなかった。どうしたらいいんだろう。レベル100進化、最終進化。まずいな、どうしたら強くなるのこれ。パッシブスキル違うの進化か、あっこれだ、強くなった。レベルが足りません。で、ドライグってなんでこんなに難しいんですか。え、わかる、爪でバッテンつける。私もこういうやつでしょ、つけるつける。なんかちっちゃい時に誰かが教えてくれた。強くなったよ今ね、装備1個ねレベル強くしました。でもこの後どうやって強くするかがわからないよ。またこれか、あーまた100個だ、また100個ゲットしなきゃ、果てしないな。でもね、あの毎日確実に強くなってるから続けるわ。早く強くなりたい、続けよう。よし、クエスト出発。今ねこの緑雲みたいなクエストやってポイントを稼いで、それでなんか紫のあの玉みたいなのがあるから、それをもらってそれを使って剣強くしてんの。でも一生強くならない。大変。やっと100集めたと思ったらまた100かみたいな。
どんどんエンドレスでした。そう、私が強くなると同時にメンバーはみんな強くなっていってると思うんで、最後の方とかもみんな激強の中対戦だと思うんで、いや毎日が勝負ですね。そうだから毎日強くなんなきゃいけない。ね、ポイントチアレターね貯めてくださってる方がねいらっしゃったら、よかったら送ってください。なかなかね、でもやっぱチリツモなんで、あこんだけかって思ってたことも続ければ、おすご強くなったってなるんで。ねねねそれも質問したい。あのさ、模擬戦ってどうやってやるん？模擬戦したことないんだけど、模擬戦がやり方が分かりません。いつも可愛いけど今日目がすっごいキャボキャボだって。今日マスカラ結構塗った。でランコムのアイシャドウを涙袋に塗って、上のこのちょっとなんか赤っぽいアイシャドウはあのエチュード塗って、キラキラは B アイドルで、アイラインはあのヒロインメイクですね。マスカラはキャンメイクとヒロインメイクとキャンメイク3本使ってる。そうで最近眉毛をあのパウダーじゃなくてペンシルに変えたんですよ。そしたらねすごい綺麗に描けるようになった。リップはエチュード、ハイライトはセザンヌ、チークはディオール。ああ全然強くならないや。すごいスタミナってこんな回復ですぐできるもんなんだね。えめっちゃ回復してめっちゃクエスト回そう。これ秒でできるじゃん成長。え私さクエストさその力が溜まるまでちゃんと時間待ってたんだよな。エクチェムがあればできるのか。発見発見で、あとメニュー開いてアイテム合成っていうのを押すとハンターエレメントを作るところがあったのも今日知った。アリーナ内で下の青いボタンの右から2つ目。あ、オッケー。アリーナでできるのか模擬戦。大富豪といい熱心ですね。やっぱはい、そうですね、やれることはやらないと。せっかくチャンスをいただいてるのだから頑張らなきゃね。スタッフさんだってね用意してくださってるからさ、やらなくちゃ。そう何事も継続が大事だなって思うんで頑張ります。そうでも適度に休みも入れつつやってます。でも結構開いてるかな、ずっと楽しい普通にね。これファイナル紙フレのさツアーファイナルってもう行くよとか分かってるのかな。分かるかなんか完売してるらしくて、ファイナルすごい、ありがとうございます。行くよ、みんな名古屋に大集合。お行くよって人多いね、ありがとう。すごいすごい、外れたよ。だってでも昨日いたよね。昨日いたから見れなかったわけじゃないね。飛行機取ったら早い、さすが。あれだね、お渡し会の
CD が買えるといいなって思う。でもこればかりは私ではどうしようもなくてですね、 CD のね用意してる限界っていうのがありまして、なかなか難しい問題ではありますが、多く用意していただけることを望んでおります。私はみんなに渡したい。そう、みんなお見送りだけとかになっちゃうとね、寂しかったりするし、それ結構ラポでも見かけたんですよ。ライブ楽しかったんだけど、そのお渡し会に参加できなくて残念だったっていうのを見たので、ごめんねって思いつつ、ちょっと次というか、いつかね、いつかというか改善していきたいなと思いました。待っててみんな、絶対手渡しするから、服ありがとう。そう、売り切れがねやっぱ早いらしくて、皆さんお渡し会に参加したいって思ってくださってありがとうございます。そう、グッズのタオル、アクスタとかいろいろ缶バッジとかあるんだけど、そういうのもなんか完売出てたみたいで、ありがとうございます。てかそのライブの客席めっちゃ赤くて、赤いタオルめっちゃ目立つね、あれやっぱ赤っていいわ。お気に入り、あのタオルめっちゃわかりやすい。てか私サイリウムとかさめっちゃ見えるんだけど赤だから、なんかどこ見たらいいかわかんない時はもう赤を集中攻撃してます。見つけてくれましたか？はい、赤振ってればどんなに後ろでも見つけるから安心してください。MC いじってきた？コメント欄昨日の MC いじってるやん。そう、昨日の MC はそのアンミカさんのモノマネをしたんですよ。グッズのプレゼン、どっちが誰が一番グッズが欲しくなるプレゼンができるかっていう MC をしたんだけど、キミちゃんと対決して、まあ、負けたんですけど、私そのアンミカさんがねそのタオルをすごい褒めてる動画がめっちゃバズってたんですよ。ツイッターとか、ツイッターかな TikTok かなで流行ってて、それを見た私はこれはやるしかねえと思って、私もタオル紹介したんだけど、でも白じゃないから、ちょっと白って200色あんねんっていう言葉使えないなと思って、赤だから。でも赤って何個あるんだろうと思って調べたら、なんか98って数字が出てきたんですよ、ネットで。本当かどうか知らないけどだからもしかしたら私思い切り自信満々で嘘ついてたかもしれないんだけど、赤って100色あんねんって、そう言ったの。ミヨミカですしかも慣れない関西弁、関西弁使ったらね、お渡し会で大阪に住んでるんだけど、ちょっと関西弁がなってないよって言われましただから教えるねって、今度教えるねって教えてくれるらしいです。優しくない？ファンの人ごめんって。私もね本番5分前ぐらいに思いついたネタだから、マジで見切り発車なの本当に申し訳ない。もう関西弁本当に慣れてないから、ゴリゴリの名古屋弁だからね私。なんでも名古屋弁ってわけでもないか、標準語か。ちゃんとみよみかさん現場でやや受けかなって思ったら割と受けたらしくて、私会でマジでツボって涙出そうになった。いや涙流すとこ違うんよみたいなもっと感動的な曲とかさあるやんって言いたくなった。ねえ、でも名古屋弁ってアンジュふとした時に出るんだよな。でもな、名古屋弁って何って聞かれたら意識すると何も話せんくなるから、ダメ、意識したらダメ。そう、みんなエセには厳しいわ。そう、キミエ社とミヨミヨカンパニー
でしたね。そう、その2社の対決はもう負けました。あのキミちゃんのプレゼンはあれは頭いいなって思った。そのエナちゃんの汗っていう武器を使ってこの T シャツは T シャツをプレゼンしたの。キミちゃんはそう T シャツはね、エナちゃんがリハーサルで着てたんで、エナちゃんの汗が染み込んでるんです。皆さん欲しいですか？そりゃ欲しいよ、みんな欲しがるに決まってんじゃんね。普通に推しの汗が染み込んだ T シャツなんてご褒美でしかないじゃないですかね。そうだからみんなそれにつられてもう拍手喝采よすごいよ、一番もうその日の中で一番拍手でかかったと思う。みんな分かりやすいんだから、ダメよ、まだえなちゃん高校生だから、健全に健全に行きましょうなんかさ、もう神フレの MC になるとさ、私マジでぶっ壊れるんだよね。でもみんなが突っ込んでくれるから成り立つんだよね。ありがたい存在だわ、本当に本当に毎回ね、なんか恥ずかしいことしてる気がする。でももうなんか別にもう隠すことないなと思って、最近別に MC でなんか今までその MC で、まあ今もそうだけど、例えばまあ自分が喋る番が来ましたってなった時に、この言葉は言って大丈夫なのか、この言葉を言ったらみんなはどんな反応をするのかっていうのを頭の中で一瞬そのフィルターを通してから喋ってたの今までね。けどもう最近通してないですもう通してないし、もう自分の言いたいこと言おうと思って最近は喋ってます。そう、私みんな何言ってもフォローしてくれるから信用してる。神フレは特に今日も可愛すぎてありがとう、だってこちらこそ生きててくれてありがとう応援してくれてありがとう。そうラジオでは気をつけます、本当にたまに本当にやばいこと言っちゃうから気をつける。そうだからファンの方もみおちゃんはもう何を言うか分かんないからヒヤヒヤしてると言われるから、もうそのうちマジで生放送とかに呼ばれなくなりそうで怖いからちょっと頑張るわ頑張るね。本当にフォローがいるから成り立つものなんで、あの一人喋りでも成り立つように頑張りますね。いやみんな強いよ、本当にみんなは強い存在だと思う。なぜならそう、あのヤバマルちゃんをこう乗り越えてきたファンの人なんですよ。多分普通の人からしたら私の恋愛観とか私が言ってることってえってちょっとドン引きするようなことかなって思うんですよね。そう思う、私はそうでもないと思って喋ったんだけどね、普通に普通のことだと思って喋ったらなんかみんながドン引きするっていうのでこいつやべえってなんかバレたんだけど、でもあの思うのは収録中そのやっぱ私が何か喋るとみんな一瞬えみたいな感じの空気になるんよ。もう私はその空気が怖くて怖くてしょうがないわけさ。怖いんだけど、でもその雰囲気もなんかね私にしか作り出せないものだから、その番組のスタッフさんがそこをねすごいいいよって言って褒めてくださるからいいんですけど、だしその後々その編集して世に出てるものっていうのはもうほんとすごい編集技術のもと出来上がってるものなので、そのなんか私のその空気感がいい感じに編集されてて本当に助かってんの。マジでノーカットで出したらマジでやばいと思う、私の喋ってるターン。そう編集ありきだと思うんですよね、編集ありきだし、なんかツッコミ役の方がいないとマジでみんなドン引きするだけなんで。違う、でも編集さん泣かせとかではなくて、でも編集はすごいしやすいって言ってもらえるんですよ、言われる、そのテロップが書きやすいって言われるからそこは別に泣かせではないかなって思うけど、結構やばい空気感
こいつ何言ってんのみたいな感じになる。でも私も何食わぬ顔して喋り続けます。もう慣れましたね。で私は別に変だと思って喋ってないからそのまま貫き通していこうかなと思っておりますよ。言葉が強いらしい私は。やばい、最近さなんかほくろこうやって触っちゃう癖があってさ、ほくろがちょっとでかくなっちゃいそうで困る。なんかメイクしてる時にこういろいろさお粉ポンポンポンってやったりするじゃん。でする時に、まあ、ほくろの上もポンポンポンってするんよ一応。でなんかそうするとほくろまでさなんかメイクで隠れちゃうのね。でもそれは嫌なの私の中で。だからほくろの上のメイクをこうやって取るんだけど、それがなんか癖になっちゃって普通になんか何でもない時も触っちゃうんだよね。やだどうしよう、これ以上大きくなったらやだ、困る。いやでも本当にあのちょっとさっきの話の続きだけど、もうめっちゃ感謝してる人がいて、私谷さんなんですけど、もう谷さんがその私のそのちょっとそういう私の服しゃべりだったりとか空気感とかだったりをヤバ丸ちゃんっていう言葉で全てを収めてくださったんですよ。だからこそね、みんながね、ヤバ丸ちゃんヤバ丸ちゃんって言ってくれるし、谷さん最高もう本当に名付け親だからね、マジで感謝しかないですよ。谷さん大好き、谷さん可愛い。えもうね、SK 入ってきてそのメンバーを初めて目にした時に異様なほど可愛いなって、もうなんかこの人たちは異次元だなって思った人が数名いらっしゃるんですけど、まず最初ね、いっちゃん最初にあもうこの人はなんて可愛いんだって思ったのはまずエゴさん。エゴさんはなんかハーフかなって思う顔してるんですよ、実物マジで。でも多分ちゃんと日本人でもめっちゃハーフみたいな、なんかすごいやばい、なんかやっぱり天使なんじゃないって、やっぱ天使から生まれてきたんかなって思うぐらい異次元、本当に可愛い。そうびっくりした、本当にびっくりした。肌白くてなんか目の色どないって思った、マジで。そう本当に綺麗なんですよ。でなんかまあお顔もそうなんですけど、やっぱり実際会うとみんなめちゃめちゃ華奢なんですよ。華奢だし超細いのね。でも私が一番衝撃受けたのは谷さんの細さと白さ、もうびっくりしたもんし、谷さんってなんか谷さんはすごいよくおしゃべりするイメージがあったから、例えばバラエティ番組とかでも喋ってるとここしか映んないじゃん。だから多分ここの印象が強かったんだけど、谷さんはトータルで見た時に本当に素晴らしいスタイルをしていて、マジ白いのね。多分ね、白い子たくさんいますけど、なんか白自然な白さと作られた白さみたいなのが世には存在すると思うんだけど、谷さんは別に何もしてないのに作られた白さみたいな、本当に陶器みたいな肌してる、めっちゃ綺麗で足細い、全部白い。顔はもう入る前から好きだった、インスタとかずっと見てたし可愛いなって思ってずっと見てたけど、実際やったらなんかもっとすごかったからびっくりした。あとこの人細いなって実際やってびっくりしたのはあのピオさんですね。ピオスさんも実際会ったらびっくりするぐらい華奢なんですよ。めっちゃ衝撃を受けたもん、こんな華奢なのってびっくりした、すごいびっくりしましたね。あと誰か衝撃受けた人いたっけな、衝撃受けた人は、でもジュリナさんとかもかな。ジュリナさんはなんかいい意味でなんか画面で見てきたジュリナさんのそのまんまだったから、うわすごい本物やって思った記憶がある。
マジでそのままだった、そのままだったね。うわテレビで見てた人やって、やばくない？今そうテレビで見てた人と普通に LINE してるんだけどすぐないね。だね、須田さんかな。なんか須田さんはなんか須田さんも割と見たまんまって感じだったんだけど、画面内で見てたそのまんまだなって思ったけど、でもすごい綺麗、体がすごく綺麗で、あのレッスン中とかちょっと合間の時間があるとなんかみんな座ってたりするんだけど、須田さんだけ筋トレしてるんですよ。スクワットとかしてるから、うわすごいって、すごい気使ってるんだろうなと思って、こりゃすげえって思った記憶があるね。ゆななさんは、ゆななさんは何だろう、レッスン中とかにチラッと見てもどんな時に見ても常に可愛いんですよ。なんかダメな瞬間がない人だなって思った。私は可愛い、常に可愛い、何してても可愛い人だなって思ったね。ただ座っ、レッスン上でただ座ってるだけなのに、え可愛いって言っちゃいたくなるような根っからのアイドルだなって思いましたね。私はなんか結構初期の頃、初期の頃っていうか研究生とかチームSに昇格したての頃って結構周りにビビって生きてた時期なんで、あの人間観察しまくってたんですよ。そうだからすごいその時の記憶多いですね。すごい細い人が多いイメージ、細ってなった、みんなみんなね、画面で見るよりも一回り細いって考えた方がいいと思う。すごい、かおりさんはガチで普段からジャージなんだってちょっと感動した。何これ、私もみおまるちゃんを初めて見た時にすごい衝撃波を体に受けてしまいました衝撃波とはどんな衝撃波、えっていう衝撃波ですか。すごい、どういうこと、何を見てそう思ったの。私ってどうですか、私は実際だったらどう、みんな私を初めて見た時、もう本当に、まあ、どんな、まあ、ちっちゃい時とかかもしれないけど、私を一目見た時に思ったことって何ですか。子供、ああね、そうだよね、このままですか、へえ、ポッキーかと思ったポッキー、私ポッキーかトッポがいいな、私トッポ好きなんだよな、まあ、ポッキーも好きですけど、へえ、これ私関係ないじゃん、服やん、それは実物の話ならスケスケの服着てるなだった、だってもっと他に見るとかあるやろ。覇王色の覇気、ワンピースですか。覇王色の覇気あるなら劇場にいるみんな倒れちゃうよね私が怒ったらみんな倒れちゃうね、みんな白目向いて倒れちゃう。細いなって思った、コンパスかな、だって違う違う、物に例えてって言ってないよ、印象教えてって言ってるだけめちゃめちゃ細い、細いが多いね。スタイル良すぎるし顔小さすぎるし顔可愛すぎるし一目惚れした、だってありがとう。なんかで見たんだけど一目惚れって性欲らしいでも今コメントしてくれたの女の子だからそんなことないと思う。そうらしいよ、みんな気をつけて、だからあんまり一目惚れしましたって人に言わない方がいいよ。そうらしいよ、でも嘘かもしれん、あのアニメの情報なんでアニメの情報なんで気をつけてくださいね。はい、違う、私は物に例えてくださいって言ったんじゃなくて、私を一目見た時にどう思ったか教えてください。コンパスみたいだなって思ったの、初見で
あ、こういうのいいよ、この子しかいないって思った。いいね、それはすごくいいと思う。ありがとうございます。私それで押し続けてくれてるのがすごいよね。ありがとう。嬉しい。劇場で初めて見た時神々しすぎて存在してるってなりました。だってありがとう、存在してます実は。はい、結構生きてる。もうそろそろ19年目に突入するよ。なになにこれ、握手会で緊張してるって聞かれて何々やるなって思った。だってそう、ファンの人は緊張してるなって思ったら緊張してるでしょって私言っちゃう。さっきの発言のインパクト強すぎて吹っ飛びました。ごめん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 、気をつけます。一目見て体に電気が走りました。いいね、なんかみんな何かしらの衝撃波を受けてるの、なんかSKのファンの人って衝撃波受けがちかな、大丈夫将来有望株やって思った。何様、いや全然嬉しい。でもなんか湯浅さんにも言われたことある、その言葉。なんかツイッターかな、お誕生日おめでとうツイートみたいなのをその岩佐さんが支配人だった時にそのメンバーごとにしてくださってたんだけど、なんか将来が有望なメンバーですみたいなことを書いてくださっててめっちゃ嬉しかった覚えがある。いや、その期待に応えたいね。19歳になりますから、もうそろそろ。それ書いてくれたの多分15、6の時なんで。カメハメハ撃ってって言ってないんだけど、カメハメハ撃ってる人がいるけど大丈夫ですかドラゴンボールは好きだけども、目力か、確かによく言われる、それは目力あるねって。強そうなところに惹かれました。そう、私はね、そうなんですよ。一目見た時にすごい気の強そうな女に見えるのよ。そうそうなんですよ。でも喋ると違うの、わかんない、喋っても気強そうかもしれないけど、よく言われる、なんか強そうって。でもね、実際激弱なんで、多分押したら倒れるよ私。嬉しい。ドラフトで号泣してた子がこんな美人になってって感慨深かった。だってでもね、ルーちゃんによく言われる、ミオちゃんはドラフトの時から本当に変わったって言われる。なんかドラフトの時はすごいもうガキって感じだったんだけど、もう子供、もうお菓子与えとけばもうテンションぶち上がりするようなお子ちゃまだったけど、でも入ってきた時にすっごい大人っぽくなっててびっくりしたんだよねってずっと言われる、ルーに。中学生の頃こんなに負けず嫌いの子いるのかって思った。めっちゃ負けず嫌いだよね、めっちゃ負けず嫌い。今も変わってないけどね多分ね、あの SKE で1位2位を争うぐらいの負けず嫌いだと思います。はい、猫ちゃん、イエーイ、かわいい、かわいい。ドラフトの時は子供でしたね。なんか何も考えずに生きてた感じがする、今の自分からすると。その時の自分はその時の自分で考えてたんだろうけど、考えが浅いねって思った。愛理ちゃんと宮丸は性格似てる、あ似てると思う、すごく似てると思う。だからドラフトの時めっちゃ仲良くて、もう愛理ちゃんと私ずっと一緒にいたのね、ドラフト期間中。そう、私最近も、まあ、チーム違ったりとかなかなか一緒になる機会少ないですけど、喋ったりすると永遠喋れる。マジで似てると思う、本当に似てると思う。私なんか愛理ちゃんの SNS とか見ててもなんかすごい似てるなって思う。懐かしいね、オーディション的に愛理ちゃんが65番って宣伝してくれてたんだね、嬉しい。なんかね、ドラフト落ちて、落ちた後
その SKE に受かったそのドラニーの子たちと会ってたんですよ。結構会ってたりとか、特にアリちゃんは結構会ってたかな。そうだから8期のオーディションを受けるまでの間、ドラフトに落ちてから結構会ってたんで、だからオーディションにその最終審査受かる受からないって時にすごい応援してくれてました。優しい。で受かった日かな、受かった日だっけな、受かった日だ、受かった日にまやちゃんとあいりちゃんと会いました。懐かしい。そうだからなんか未だに多分さ、その初めて私とルーちゃんとそのドラフトドラニのみんなが喋ってるところを初めて見る人がいたら、なんか先輩に向かってため口使ってる人らって思われそう。それぐらいね、そう喋るんで、そうファンの方結構衝撃受ける方いますよね。アイリちゃんって呼んでたり、マヤちゃんって呼んでたりとかすること。ありがとう服、懐かしいな。それももう5年前とか5、6年前とかですね。ねえ嬉しい。アイリちゃんは優しいんですよ。石津呼びほど驚きません。だって石津は石津やん。石津以外の何者でもない。なんか呼びやすいよね。え、ドラフト会議って円盤化されてんの？あれ知らなかった。でも見たら私多分もう過呼吸になっちゃう無理、トラウマだから。選択終了っていう音声、10期の後輩とは仲良くなれましたか？話したことある子は仲いいです。でもなかなかね1対1で喋ったりとか少ないんですよね。チーム S に昇格してきた3人は割と喋ったことある子でした。またミレちゃんが仲いいかな。第3希望候補選択終了でしょ。すごい5000人いってるじゃん。私これ何時からやってるんだ。結構やってますか。ずっとねドライブのクエスト回してます、強くなるために。三つ子の共演また楽しみにしてます。待ってて待ってて待ってて。三つ子は楽屋にとりあえずいたらとりあえず集結してるんで、結構一緒にいます。私ねミレイちゃんから寄ってきてくれるんですよ。意外に時計の音が響いてる。そう時計あるんですよ、そこにある。強くなりたいな。どうやったら強くなれるんだろう。常に考えて常にいじってんのにね、むずいんだよな。ドライブ ねえマジでしっかりした子多いよね。みんなしっかりしてるんだよな。10期生の子は年齢の割にめっちゃ大人っぽくて、なんか年齢聞くとびっくりする。みんなびっくりする。一番びっくりしたのはミクルンが私より年下っていうことにびっくりした。喋り方も
風格もすごいお姉さんっぽく見えるからびっくりした。私最近ね LINE を交換したんですよ。でその LINE のやり取りもすごい年下とは思えないくらいなんかすごいなって思った後輩力高いなって思った。気遣いというかなんかすごいなって思った。私も見習おうって思った私ね難しいんだよね、黙っちゃう先輩の前だと。なんか何喋ったらいいか分かんなくなっちゃう。なんか何を喋ったら失礼で何をなんか喋ってもいいのかが分かんなくなっちゃう時あるから、無言になる時あるんだよね。それか愛想笑いで終わらせちゃう時ある。気をつけよう。でも初期に比べたら本当喋れるようになったと思うんだ。先輩力を高めてください。どうやって高めるんですか。先輩力ってどうやって高めるの。なんかただ自分がなんか全力でやってるところを見せるしか私には方法がわからない。おごるはさ別にさ先輩感なくない。おごるのやだ教えてあげる。でもやるよ、よく教えるよ。てかなんかすごいね、みんなね、みんなすごくてね、私はあんまりできないんだけど、これは何々さんここ教えてくださいって言って話しかけに行ける子ってすごいなって思う。私絶対無理なのね、絶対無理。なんか人にその教えてもらってすぐ自分が覚えられるかなっていう、なんか全然覚えられなくてこいつ全然覚えないじゃんって言ってムカつかれないかなっていう心配しちゃうんだよね。そうでもなんか気に来てくれる子いるから、ありがとう教えるねってなる。最近はなんか神フレの新曲の独り言っていう曲があるんだけど、その独り言のあの振りで君の手に守られてたっていう振りがあるのね。でこのウェーブがあのえなちゃんが苦手で一生練習してました一緒に。私もねまだ下手なんだけど。でててんててんててててんててててんててててててていらなかった。ゼロポジ見たけど仲間のために泣ける宮丸に感動しちゃいました。だからさもうね死ぬほど負けず嫌いなんですよ私はだから負けることが本当にね嫌いなんですよ。ありがとうそんなこと言ってくれて、頑張るわ。まだあれ続いてるからね、まだあるからね、まだ決まってないから頑張るわ、できることはやる。そう私ねモハモルーマ踊りたかったんだけどね、なんか力になりたくてもなれないもどかしさでずっと泣きそうだったあの収録。私もうなんかずっと泣いてましたね。そうでもジャージの丈は短かった。そうそれです。私ねあのゼロポジのツイッター見てみてほしいんだけどさゼロポジのツイッターのあの明日土曜日23時からはゼロポジみたいなツイートのそう写真がいろいろさ添付されてるじゃないですかね、モハモルーム踊ってるメンバーの写真で、その 7D2 の後ろ踊ってる 7D2 の後ろにいる私とどの画像か忘れたけど、その後ろでなんかベタ座りしてる私の写真があるのね。ちょっとそれ見てほしい。もうすごいシュールでなんかじわじわ来る私の写真があるんだけど、そう同期にいじられた LINE で送られてきたもん。
この野村ジバルって言って見た、後ろに立ってどんな顔してんねんっていう私映ってんのよ。見てみてほしい、ゼロバジのツイッターで。だし、あのそう奥に立ってるやつ、それそれだし、あの前回のゼロポジなんかすごい面白くて、何が面白かったかっていうと、テロップがあるじゃないですか。そのテロップがすごい、普段使いできるテロップがすごく多くて、8期のラインですごい盛り上がったんですよ。これ普段に使おうっていうような写真がめちゃめちゃあって、なんかカホちゃんのエチエチで申し訳なかったですっていうテロップの写真とあとゆずぽのもうダメだって言って上向いてる写真とあとね、八期のみんなが手挙げて意義ありって言ってるそのテロップの写真もお気に入りで使ってる。見えるかな、これ私これやばいよね。なんかこれ拡大してさ LINE に送られてきたやつなんだけどさうん、おもろい我ながらやばいな。そう、意義ありと、もうダメだと、エチエチで申し訳なかったです、あと倉島の かっこいいっていうサムネ、あのサムネじゃないや、テロップと、本当にお世話になりましたっていうやつも使えるし、てかすごいすごい素材が豊富で、前回のゼロポジめっちゃ使えるなと思って使おうと思います。私ね、もうゆずぽのもうダメだってやつすごい使えるんですよ。もう LINE で常にもう使われてるかわいいの、ハチキみんなで意義ありって言って手挙げてんだけどさ、倉島と私の身長差が半端ないんだよね。私ってでかいんだよな、やっぱ里香は本当に面白いんじゃない。範囲は何ですかって、やっぱり私が HH だったから意味わかんないんだ面白い。だから気になった人はツイッターでハッシュタグゼロポジで調べたら多分出てくると思います。そう、めっちゃ面白い、ハチキっておもろいな面白い。ちゃんとみんなの発言が採用されてるのが嬉しい。そうで、でそう、私もその収録1日めっちゃ喋ったんだけど、唯一採用された言葉は、ひよってたら負けるからっていう言葉、怖すぎでしょ、自分でも怖すぎてびっくりしたわやばいよね、怖すぎじゃない、びっくりしたんだけど、私でも負けず嫌い出すぎだって、怖かったらって申し訳ないわ、そんなアイドルらしからぬ発言をしてしまい申し訳ございませんでした。マイキー、そうマイキー完全に通り部に影響を受けすぎたよね、くそー、通り部恐るべし怖いのさ、なんか怖くてごめん、怖くなっちゃう、私多分何言っても怖くなる。そうだから、なんか例えば自分はなんか可愛いと思って言ったこともトーク会とかで おーってさせてしまうことが多いんですね。私が言うと何でも強く怖く聞こえる説はあるそう、ふざけてる時、ちょっと MC でちょっとわちゃわちゃしてる時とかは全然だけど、この家にいる落ち着いてる時とか、なんか勝負事になった時に私が何を言っても怖くなると思う。優しい、負けず嫌いなところもみおちゃんの素敵な個性だよ、だってありがとう、嬉しい、私負けず嫌いだからここまで頑張れてるんですよ。そうだから今更変えられないし、負けずに行こうと思う。
3トーンぐらい高い声で話してみたらどんな感じになるかなって。こんな感じかな、こんな感じかもしれないね。キモ無理。そうキリッとしてるんだよね。そうなんですよ、やっぱ顔だね。だってさ、ルーちゃんが私と同じこと言っても可愛くなるもん。私が言うからね、私が言うからダメだ。誰やねん誰だろうね。だから私もずかしい。そうそう、こうやってね、どんどん自分に自信がなくなっていくんですよ。だからみんなたくさん褒めてください。そうなんです。でも頑張る。やっぱ愛嬌って大事だからさ、女は愛嬌って言うやん。だから愛嬌は大事にしていこうと思う、生きていく上で。メイドカフェの声みたいだったって。行きたいな。あのさ、サンシャイン栄の前にあるドンキの中にさ、メイドカフェあるんよ。行きたい。大須でもいいけど、なんかどこかしらメイドカフェに行ってみたいな。メイドさんとチェキ取りたい。顔は可愛い系統だと思う。うそーん、ありがとう。メイドカフェ行ったことある？みんな楽しい？前行けるんでしょ。楽しそう。メイドカフェってあの色が変わるジュース飲んで一緒に前行けるんってして、ちょっと高いオムライス食べてね。でケチャップでお絵描きしてもらってチェキ取って帰る。よくない？すごいね、行ったこともないのにさ、メイドカフェ行ってみたみたいな動画見すぎてさ、自愚痴してんのよ。でも勇気が出ないよね。てか一人で行けないから誰か誘って行きたいけど、なんかメイドカフェ誘ってもいいのかなっていう葛藤がある。そう、私 YouTube めっちゃ見るんだけど、メイドカフェ行く動画とか結構好きなんだよね。いいね。メイドさんになりたい。ちょっと読解でメイドさんになろうかな。なんかめっちゃ可愛いメイドさん着たい。なんか黒とかもいいけど、なんかすごいドピンクとか着てみたい。なんかさ、B 面のさ、なんかメイド服が似合う、違うゴスロリだっけな、なんかメイド服が似合うだ、メイド服が似合うメンバーみたいなので、あのゆうかさんが私のことあげてくれたんですよ。それが嬉しかった。私ありがとうございます。メイド服なんて着てるイメージないでしょ。でも私のオーディションの時に着た以来着てないと思う。8期生ってショールームあったんですよ、オーディションで。ショールーム審査、そこで1回だけ来た。多分もう捨てちゃったな。アフィリアのメイド服着てほしいです。何それ、調べる。うわすごい、めっちゃ制服や、かわいいね。いいね。まあ、いつかなんか、なんかの機会があれば挑戦してみるわ。でもさ、なんかそういうコスプレ系ってさ、一回着たらもう着れないところが難点なんだよね。なんかコスプレもしたいけど、今なりたいのは馬娘のサイレンス鈴鹿くらいしかいなくて、なんかいないかな。
でももうウィッグをかぶる技術も私手に入れたんですよ、この前ダンスをした時に。だからウィッグもかぶれちゃうんですね。ウィッグかぶれば何でもねできるよね。でもみんなに通用するアニメじゃないとダメだからむずいんですよね。猫娘とかどう？猫娘とかわかるんじゃないみんな。もう何にでもなれる私。わあいいね、小林さんちのメイドラゴンのトール、めっちゃいいやん、めっちゃいいやん。ちょっと待って待って、小林さんちのメイドラゴンはめっちゃいいぞ。でもあんなナイスバディのキャラクターのコスプレなんてできるかっていう葛藤ですよね。カンナも可愛いけど私背高いんですよ、だから多分違和感が生まれるんですね。むずい、断念。早い。断念するの早すぎ。なんだろうね、私って何ができるかな。コミさんはコミショーですのコミさんもいいなって思ったけど、パッと見ただの制服なんだよな、コミさんって。セーラームーンはやりました。あ、セーラームーンはやってないか、セーラーマーズはやりました、ハロウィンに。何がいいかね。コミさんで筆談。なるほど、なるほどね。めっちゃ遅いよね、コミさんささささって書くけどさ、私多分そんな早く書けない。ゾンサガはウィッグかぶればいけるけど、例えば誰になるの。サキちゃんかな、一番好きなのはサキちゃんなんですよ。ねずこね、ねずこおでこなんだよな。なんかおでこを別になんか撮影とかで出す分にはいいんだけどさ、動いてるところで見せるのがね恥ずかしいんですよ、なんかそんな可愛くないから。たえちゃん、あ確かにたえちゃん、でもたえちゃんだとうわーしか言わないから、あセリフが。伝説の山田たえね、やっぱラブライブか。ラブライブはなにがいいかな。この前キミちゃんがさダイヤモンドホールでさヨハネみたいな髪型してたよね。なんかキミちゃんさめっちゃラブライブの子に見えるんだよね、いつもどんな髪型しても。何なんだろうこれは。ちょっと前はスーパースターのちいちゃんだった。かわいいよねちいちゃん。あーいいね、ダイヤさんでここにピンつけたい、私もバッテンにして。嵐千砂と、そうそうこういう髪型かわいい。いいね、なんかまたイベントがあったらいろいろやってみたいなって思うから、まずイベントがあるかなっていう、イベントあるといいなって思う。ハレルシャヨシャ、テテテテテハレルヤ、極戦ヤンクミ、ヤンクミリダル私で、みんなが生徒。
お前ら夕日に向かって走ろうじゃないか。影響されすぎ今日見始めたばっかなんよ面白い。フェアリーテールか。フェアリーテールは誰ができるかな。誰ができるかな。ウェンディ可愛くない。青髪だけど。なんだろう、なんかセーラー服とかグランをしてしまったから、なんかレパートリーが一気になくなっちゃったな。なんだろう、何があるかな。なんかいろいろ考えてみるよやりたいのは結構いろいろたくさんあるんだ。だから待ってて。まあ普通に私服もありだし、まあ、いろんな日があるといいよね。水木奈々さん、浦道お兄さんの ABC 体操結構聞いてます。 ABC ABC ABC。 私服好きだから嬉しい、ありがとう。そう、私服はね、私もね好き。やっぱ休みの日でも可愛い格好してるとテンション上がるし、そう、外歩く時もルンルン。びっくりした。そう、私さドライブさ通知取ってるんよ。だからファンの方からメッセージ来るとなんかちょこちょこ通知来るんだよね。強くなりたいな。どうやったらなれるのかな。小林さんちのメドラゴンの推しは誰ですか。カンナ、カンナちゃんですね。カンナちゃんが一番可愛い。でもみんな可愛いんだよね。で、私のツボを押さえてるのはカンナですね。結構さ、誰が見てもさ、あ、この子好きだなってなるようになってるじゃん、メイドラゴン。はい、私の中ではカンナちゃんが優勝でした。カンナちゃんの太ももに惚れましたね。あれは可愛い。あのさ、エールあるじゃないですか、ドライブの。あれさ、1日100人にしか送れなくてね、なかなかね、なんか全員に送りきれなくて申し訳ないです。ありがとう、たくさん送ってくれて。送れるように毎日コツコツ送るね。ドライブ強くなれなくて今積んでます。だって私もね伸び悩んでる。頑張る。そう、でもこればかりは継続は力なりだなと思って頑張るしかない。遅れるだけで嬉しいのです。だって優しい。ギルドレベル A。 今なんだろう、 A か。 S になるんだ、この上は。いやすごいよね。全勝したチームが1位になるってことだもんね。そんなことないのかな、分かんないけど。でもこれさ、あれだよね、総当たりだからさ、ね、全部勝てば1位になるんだよね。すごいな。でもそういう子が現れるんだろうな。すごっ。まだ諦めてないんで頑張ります。いけることは頑張ります。あと 何日あるんだろう。結構あるよね。またできない日が現れそうで怖いな。でもなるべくやる。無理してでも参加したい、ギルバトえ、もう終わりですか。辛いです。あと5分しかないらしい。みんな
微力でも力になれてたら、もうねめっちゃなってますよ本当に。なんかそのギルドに入ってるファンの方はもちろんなんですけど、入ってない方でもすごい力になってて、チアレターだったりエールとかね、あとなんか個人チャットも返信はできないんだけど読んでますよちゃんと。そうだからなんかエール届いたよって報告してくれたりとかすると、あ私のエールちゃんと届いてるって実感を得られるのでありがたいです。やばい、この間名刺渡されながらギルバトしてたって。名刺はこうやって両手でねやらなきゃ、片手で携帯はダメダメです。おやすみなさい、おやすみ、おやすみねみんな。私もたくさん寝ようと思います。夜更かしはお肌に悪いので。でも昨日ねライブ終わり寝落ちしちゃったんだ。ストーブの前で知らぬ間に寝てました。で起きたら5時だったもう外明るかった。で、あやばいやばい、もうストーブの前で寝てたら体バキバキになるって思って布団に移動しましたね。すぐ寝落ちしちゃうんです。メイク落としてました、コンタクトも取ってた、だからよかったけど、もう朝の5時でマジでビビったメイクは割とすぐ落とすんだけど、そう床で寝ちゃうと危ないので、みんなも寝落ちには気をつけてください。でなんだかんだねいつもショールームの後携帯いじって1時間ぐらい経ってたりするんだよね。だからこの後はもう何も見ずとりあえずお風呂に走るわ。海のお風呂入りました？あ、初見さんが滑り込みでコメントしてくれた、ありがとう、かわいい名前。そうしよう、うんそうする。入りました、早いね。そうドライグもよかったらチアレター送ってください。でちょっともう告知しとこう、2月1日誕生日なんでみんな準備しといてくださいね。ズーズーしいですが告知したいと思います。これもちゃんと誕生日なんでよろしくね盛り上げたいもん、さすがに。もちろんありがとう、よろしく、盛大にお祝いしてください。誕生日の告知大事よマジで。そうだからもうみんな今月ねラストになったら告知しましょう、ちゃんと。明日はみおちゃんの誕生日で、31日になったらみおちゃんの誕生日ですって言ってみんな告知してください、ツイッターで任せろりシャキシャキ。くそ最近 MC で言えてないんだよな。じゃあねみんなおやすみなさい、今日もありがとう、またね。おやすみなさい。